はい、こんにちは。こちらはヒルズ大倉山302号室です。入り口玄関は、ピロティといって、少し廊下から中に入ってから扉があります。ちょっと高級感漂います。まず玄関を開けていただきますと、大理石の床になっています。そして左側が、下足入れ、棚があって、その隣にも、下足入れになっています。早速上がっていきましょう。入ってすぐ左にも収納、これは棚ですね。これ可動式なので、長いものでも入れることができます。そして廊下を折れて右側になります。こちらに洋室の4.1畳、そんなに広くはないですが、柱の出っ張りがないので、意外と使いやすいかもしれないです。収納はこのクローゼット、ちょっと狭いです。あとクロスなども、少し色をつけて、アクセントをつけてますので、おしゃれな感じです。お部屋の全体の広さとしましては、78.23平米です。間取りは 3LDK で、その隣に洋室、6.1畳ですね。あ、こちら随分ゆったりしています。出窓があるので、さらに開放感があります。玄関側、こちらの向きは北になります。リビング側が南です。クローゼット、収納も、普通に、ついています。中のクロスが非常に見えないところですけども、おしゃれなものを使っています。そして、一面にアクセントとして、少し色を変えてあります。そして廊下を出ていただきまして、結構シックな壁画になってますね。落ち着いた雰囲気です。そしてこちらが給湯です。その隣が、洗面所、浴室。あ、すごく広いです。脱衣所が非常に広くて、着替える時にはいいかと思います。真正面に洗濯機板、そして洗面所、こちらは水栓が伸びるタイプですので、こういう感じですね。一時流行った朝ちゃんなどもしていただけます。そして浴室、非常にここもゆったりしてます。おそらく1317タイプの、大きさになります。そしてこの浴室は、換気涼風暖房と、そして24時間換気がついてますので、お部屋全体の湿気をもう防いでくれるという仕様になっております。そして出ていただきまして、その隣、こちらがおトイレです。おトイレは、タンク一体型、そしてリモコン式の、トイレになります。この上には、ちょっとした棚とタオル掛けがついてます。そしてリビングです。こちらのリビングが、13.2畳、キッチンも合わせての数字になります。
随分広い感じがします。そして独立型っぽいキッチンなんですが、一応カウンターを設けて、流しは横を向いています。キッチンが非常に大きいです。料理するところがかなり広いので、料理が好きな方にとっては非常に嬉しい仕様です。そしてこのキッチンはなんと、食洗機までついてます。まあ、あると便利な仕様ですね。そしてこの、水栓には浄化、簡易ですけども浄化してくれるフィルターがついてます。この真正面、コンロの周りですね、これはフッ素不燃化粧板といいまして、油などがついても汚れが取れやすい、そういう材質になっています。カウントの下にはちょっとした棚があります。そしてリビングの横にも、収納ですね。非常に見えない部分、普通はあまり、気にしない会社が多いんですが、ここの売り主さんはクローゼットの中まで気を使って、クロスに色をつけたりデザイン性のあるものをして、非常に細部まで丁寧に作られています。フローリングもナチュラル調の床になります。リビングの壁も一面をアクセントとして少し色